どうも、よしお兄さんです。今回の見え推しは愛犬との上質な旅を叶えてくれる最新の宿泊施設を取材します。よしお兄さんの見え推し。実は東海3県は人口あたりの犬の登録頭数が全国上位で、特に三重県は全国2位。観光情報サイトの観光三重では犬と一緒に楽しめるスポットを紹介しています。今回は SNS で犬とのお出かけスポット情報を発信している三重旅アンバサダーの橋本さんたちと一緒に注目スポットを訪れます。三重県鳥羽市に先月オープンした野館伊勢鳥羽。愛犬と宿泊できる客室8つは全て離れ型で、ワンちゃんと家族水入らずで過ごせます。おお、広っ。あ、へえ。まず入ってすぐ目に入りますね。はい、各部屋にお一つずつ置かせていただいております。はい、客室は5タイプあって、こちらは犬が最大5頭まで泊まれるコーナーテラススイート。部屋にはこんなものも。ワンちゃん用の餌のお皿と、はい、あとシャンプーやリンス。汚れちゃってすごいですね。すごいですよね。汚れちゃっても安心ですね。ですね。他にも犬用の虫除けスプレーや消臭スプレー、おむつなどペット用品が充実しています。荷物がかなり削減できるので、うん、めちゃくちゃ助かります。さらに部屋の前にはこれってドッグランですよね。はい、各部屋ドッグランはあるんですけど、各部屋、はい、うん、ここはもうお客様だけのプライベートスペースになります。コウ君はちょっと犬見知りで、はい、うん、あんまり他のワンちゃんと絡めないんですけど、うんうんうん、ね、そうそう、そういうことですよ。家族だけで楽しめるドッグラン。犬見知りのコウ君はそうですね、もうテンション上がってますよ。テンション上がってますね。こちらのドッグランは8部屋の中で一番広い330平方メートルの広さ。他の部屋には犬を遊ばせながら自分は水遊びができるプール付きのタイプもあります。至れり尽くせりで快適ですが、さらにすごいのはワンちゃんの宿泊料は無料となっております。無料、はい、はい、え、あのアメニティもついて、このドッグランもついて、はい、どうですか。無料ですって。もう天国ですね。お風呂は各部屋にあって、お湯は新三郷温泉の天然温泉。もちろん犬用のバスタブもあります。そして食事も部屋で食べられます。こちらがワンちゃん用のご飯。豪華ですね。食べたい、ね、そうだよね。メニューは野菜を中心に新鮮な魚や脂質の少ないジビエなど10種類から選んで事前に予約します。これだけやっぱ食べたいってことはめちゃくちゃ美味しいってことだと思って。よかったです。ちなみに飼い主さんの食事は三重県産食材を使った星付きレストランで研鑽を積んだシェフ監修、和洋折衷のコースです。特別な日とかワンちゃんとゆったり過ごしたいなって方にもめちゃくちゃおすすめできるお宿だなと思いました。今回のイチオシフォトはこちら。お料理を用意している時の写真なんですが、もうワンちゃんたち待ち遠しそうな顔してますよね。愛犬家にとって最高のお宿でしたね。三重県の観光情報サイト観光三重に今日放送の三重推しもこの後午後5時頃から掲載されます。ぜひご覧ください。三重県総合文化センターの広場とメインエントランスに鯉のぼりを飾ります。100匹を超える鯉のぼりが一斉に春の青空を泳ぐ姿は壮観。ぜひ見に来てください。詳しくはホームページで。